どうも、くまです。本日はカンパニーガールズのアップデートがありましたので、それを中心に見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。まずね、お知らせを見る前に、異世界お疲れ様でございました。今回ね、私は最高記録を叩き出しまして、レベル921レベルというね、今までの異世界での最高レベルを叩き出しました。で、パラメータの振り方はかなり微妙な気がします。本来であれば、仏棒とか魔棒の部分を仏光にもっと振ってもいいような気がしますが、仏棒魔棒は別に高くてね、困ることはないかなと思ったんで、400まで振りました。普通であれば250とか、230とかその辺で止めるのがベターだと思いますが、私はね400まで振ってしまいました。でクリティカルは101、そして追加効果も今回はかなりよくできた方かなと思っていて、 HP が1450、 STR200、 ビット180といった前衛向きの異世界のアクセサリーとなっております。そして特殊能力は全て20% アップに振ることができました。今回マジで最高記録だな。すごく良かった異世界ですね。で、残念ながら、ファーストを私は持っていないので、ファーストの強化ができませんでしたが、ファーストを持っている方は、ファーストも結構ね、叩けたと思うので、いい異世界だったんではないでしょうか。そして、次の異世界のお知らせとなります。次の異世界はお知らせに書いている通り水属性となっております。非有利の武器で叩くと、一応有利属性をつけるといった感じとなっています。楽しみですね、次の異世界も。なんとかね、次の異世界の水アクセサリーは私ファースト持ってるんで、すごく期待しています。ちなみに、火属性の社員で、優秀かなと思う社員で言うと、やっぱり EX 枠。とてつもなく強い EX ジークリット。これは外せないかなと思います。そして、工場枠で言うと、剣士のリド。これがね、単体攻撃の火属性なんで、結構相性が良い。そして単体攻撃といったところで異世界も相性がいいのかなと思っております。そして衣装パニではこちらも剣士のモニク正月、これもねめちゃめちゃ強いんですよね。マルチ3体かな、マルチ3体プラス単体みたいな攻撃なんで、非常にポテンシャルが高い剣士となっております。この3人で前衛を組むのがめちゃめちゃいいかもしれません。そして、光栄の魔法職では、前回、イベントで登場しました、アケパニセカンドの、アケパニセカンドルツエル。これがね、強いね。単純にマルチ4体プラス3体だったはずなんで、普通に強いと思います。これらのね、社員たちを活かせば、次の異世界も結構うまくいくと思うので、ぜひ育ててない方は育ててみてはいかがでしょうか。ちなみに、このね、水の異世界アクセサリーでございますが、私が唯一ファーストを持っているんですね。しかも、ステータスを見ていただいたらわかる通り、めちゃめちゃゴミみたいなアクセサリーでございます。レベル258、仏棒魔棒が250までは触れているが、最大 HP1000、AGI150、ビット150というね、ゴミカックスアクセサリーとなってるんで、これをね私は頑張って鍛え直したいかなと思っております。ちなみに特殊能力は1個もついておりません。あとねちょっと気になるのが、一応ねこの記念で装備はさせているんですが、この旧異世界アクセサリーって鍛え直しできないんですよね。これなんか鍛え直しできるようにしてくれてもいいんじゃないかなと思うんですが、運営さんいかがでしょうか。なんかせっかく持ってるのにもう今使わないし、性能めちゃくちゃうんこみたいに弱いし、これがね鍛え直せればもうちょっと私もなんか戦力アップしそうな
気がするんで、できれば機体直しが実装してくれると嬉しいかなと思っております。はい、それでは今回のアップデート内容をまずはさらっと見ていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。で、一つ目ですね、新たな物語登場というところでキャラクターストーリーの解放となります。まあ、今回は星5が一人もいないので、まあ、特に語る点はないですね。まあ、星3とか星4とかが解放されたところで多分使う人はほぼ皆無だと思うので、あんまり意味ないアップデートかなと思います。で、次ですね、ミステリオ大機構で今回追加された工場キャラクターバージニアとなります。味方物理アップ&物攻物防ダウン付きの複数範囲攻撃、まあ、これ非属性なんですよね。結構面白いかもしれません。まあ、ただし次の異世界で使えるかと言われれば、ちょっと微妙な気がしますね。まあ、複数範囲攻撃ってのが、まあ、あんまり魅力じゃないかな。じゃあ次、さあ新しい EX の登場でございます。今回登場したのは EX イーバでございます。先制で味方魔法アップ&複数範囲攻撃&全体回復といったところで、まあ、通常版イーバの複数範囲攻撃プラス全体回復というところのバージョンアップ版となっております。まあ、どれぐらい強いかっていうのはまだ持ってないし、性能もちょっとわからないのであれなんですが、使うかと言われればどうなんだろうね難しいかなと思います。まあ、イーバ自体は全然悪くないキャラクターだとは思うんですが、まあ、回復役としてはどうしても EX ノナを外せないというのが現状となっているので、まあ登場の機会はそんなに多くないんじゃないかなと思っております。まあ、ただし蘇生がいらない場面とかでは確実に EX イーバの方が強いと思いますので、まあそういう場面で使うのがいいのかもしれませんね。あとは EX ノナと EX イーバを並べて回復を厚く盛る、まあこれも悪くないと思います。まあ、特に闇属性の異世界の場合は、まあ、このイーバが光属性なんで結構攻撃力もあると思いますし、なかなかいい採用になるんじゃないでしょうか。では次ですね、ミステリオ大機構の登場となっております。まあ、大量経験値で昇進のチャンスというところで、旅クエストというところで500万経験値をもらうことができます。で、旅クエストに行くためには旅のシナリオというものが必要となりますが、まあ、こちらはログインボーナスで配布されますので、ぜひ参加してください。あとは緊急クエスト、まあ、この緊急クエストで飴とかあとはオーブがもらえるよといった感じとなります。じゃあ次、ルカフェス採用キャンペーンというところで、妖精のもっきり酒の採用で、まあ、EX イーバの封筒がもらえるよといった感じとなっておりますが、まあ、これね、なかなか採用回数がえげつないんで、ちょっと取るのは難しいかもしれません。まあ、ルカフェスで一番いいのはやっぱり全ての EX 社員が復刻するといったところとなるので、まあ、欲しい社員がいれば頑張ってそこを手に入れるっていうのがいいんじゃないかなと思います。では次ですね、ショップですね、バージニア、まあ、今回追加された工場キャラクターが必ず入社&覚醒するセット、そして星5イーバが採用しやすくなるセットが登場しております。まあ、バージニアが必ず入社する&覚醒っていうのは、まあ、そんなに個人的にはいいかなと思いますが、まあ、EX イーバが採用しやすくなるセットは結構美味しいと思います。で、今回のメインですね、ミステリオ大機構実装となります。まあ、今回イベントの報酬で手に入れられるのはプルーデンスという剣士となります。これね、めちゃめちゃ攻撃エフェクトがかっこいいので、まあ、ぜひね手に入れて使ってみてください。
あとは EXE は今だけ体験入社というところで、多分ログインボーナスかなんかに含まれてたのかわかんないですが、この EXE 場の社員書というのがもらえます。まあ、こちらを使用すると EXE 場がゲストとして参加してくれる形となります。まあ、あくまで仲間になるわけではなくゲスト参加となるので、まあ、EXE 場を体験するアイテムと思って使いましょう。はい、それでは早速ショップの詳細内容から見ていこうと思います。よろしくお願いします。まずはもっきり酒シリーズですね。もっきり酒シリーズとかは、まあ、買う人は買えばいいのかなと思います。まあ、ただしどうなんだろうね。まあ EX シリーズが今登場してるんで、まあ多分買う方も多いのかなと思いますが、まあ、EXE 場確定加入は4万円ぐらいするので結構厳しい道のりになるのかなと思います。あとはバージニアスペシャルセット、まあこちらバージニア今回追加された工場キャラクターが確実に手に入るんですが、まあ工場キャラクターっていうのは別に黒封筒とかでも今後引けると思いますので、まあここで無理にこれを買う必要はないのかなと思います。それであれば超ルカフェス採用セットとかルカフェス採用セットを買ってった方がいいのかなと思います。まあ、妖精のもっきり酒セット10個でもっきり酒1、なかなかアコギですね。そう考えると、そうか、妖精のもっきり酒10個入って優勝社員70で買えるから、まあ、これはお得っちゃお得なのかな。もしかしたらお得なのかもしれません。あとは今回面白いなと思ったのは希少セットが売ってます。まあ、今回希少セットで売ってるのがこの13希少となっているので、まあ、13希少必ず手に入れるっていう意味では、まあ、これね結構お買い得かもしれないですね。買ってもいいんじゃないかな。個人的にはこれ買ってもいいような気がします。まあ、ぜひね、検討してみてください。はい、次に、ルカフェス採用キャンペーンの詳細情報となります。ルカフェス採用キャンペーンでは、EXE 場の紫封筒っていうのが100回目で登場しますが、まあ、100回回すのには、多分4万円かはかからないか、3万から4万の間、まあ、それぐらいの投資が必要となります。なので3万4万ぐらいを投資できるのであれば、まあルカフェスに乗ってこの EXE 場の紫封筒まで回しちゃうっていうのは一つ手としてありかなと思います。まあ、ただし3、4万はちょっと課金できないなというのであれば、まあ、無理にねここを採用する必要はないのかなと思います。はい、そして採用率となっておりますが、まあ、闇十字ポストを使って、まあ、ヒーラー募集にして部長レベル35人置いた状態だと EXE 場の確率は 2% ぐらいとなっております。まあ、そんなに高くもないし低くもないって感じかなと思うので、まあ、もしかしたら期間中にうまく引ける方も多いかもしれません。あとは、まあ、今回ね、まあ、先ほども冒頭で言った通り他の EX たちも復刻しております。まあ、モニク、ローズ、ミカエラ、ジークリット、シビル、クーちゃん、ノナ、アルモニカ、ルツィエル、まあ、欲しいキャラがいる場合はその職を募集にしてゲットするといいのかなと思います。まあ、個人的におすすめなのはやはり EX ジークリット、あとは EX ノナで、時点で EX ミカエラ、まあ、この3人がいればかなり安牌かなと思いますので、まあ、ぜひねゲットされてない方はこの3人をゲットできるように頑張ってみましょう。はい、次にミステリオ大機構のイベント内容となります。まあ、こちらはいつも通りのミステリオ大機構となっております。まあ、今回登場するのは3人のキャラクター、バージニア、EXE バー、そしてプルーデンスとなっております。そしてアイテムで入手できるのはプルーデンスとなっておりまして、バージニア、そして EXE 場は採用での入手となっております。まあ、基本的な遊び方としては、まあ、クエストでオーブを集めてそのオーブを交換所で交換する、まあ、そういう遊び方となっております。
で、交換所の交換優先順位といたしましては、まずは当然ここのプルーデンスをゲットすること、そしてプルーデンスの専用武器、専用防具、それらをゲットできたら覚醒書をゲットしていく。で、覚醒マックスまで行けば専用武器のレシピ、そして専用防具のレシピをゲットするみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。まあ、大機構ハンマーは交換しなくてもいいかもしれません。まあ、ちょっとね、重たいんで。で、あとはここね、ボイスストーンはかなり趣味となっておりますので、まあ欲しい方は交換するといいのかなと思います。そして次、クエストとなります。まあ、デイリークエスト、オーブクエスト、旅クエスト、シナリオとあります。まあ、シナリオはもう読むだけでオーブが手に入るので、まあ、全て読み切りましょう。で、旅クエストは、まあ、旅のしおりというものを使っていけるクエストとなっていて、まあ、ここに書いている通り経験値が500万経験値手に入れることができます。まあ、敵が非常にね、弱いスポットとなっておりますので、まあ、育成したいキャラクターを編成していくのがいいんじゃないかなと思います。で、次にデイリークエストとなっておりますが、まあ、こちらは24時までに更新されるデイリークエストです。で、デイリークエストは計3回出撃すると全ての報酬が獲得できる形となっております。なので忘れず、ここは毎日3回出撃しましょう。で、基本となるのがオーブクエストで、オーブクエストは周回する際に EXE バー、バージニア、プルーデンスがいると、まあ、オーブの獲得量が2倍となります。で、できればこれらを編成していくのがいいんですが、まあ、最初はプルーデンスを交換する前っていうのは、ほとんどの人がこの EXE バー、そしてバージニアを持っていない形での周回となります。まあ、なるべく早くプルーデンスを加入させてオーブを2倍にして周回するといいですね。で、どこを周回するかというと、まあ、どこでもいいかなと思います。まあ、ドロップ確率がどれぐらい違うのかはちょっと定かではないですが、まあ、行けるところで回るのがいいんじゃないかなと思います。まあ、私は一応ね、この部長級列を周回している形となります。それでは、せっかくなのでこの部長級列に行ってみましょう。よし、行くよ。まあ、挑むメンバーは、まあ、異世界で攻略したメンバーたちですね。まあ、かなり強いメンバーとなっております。でね、ここで、まあ、EXE バとかバージニアとか、まあ、今回出てくるプルーデンスとか、この3つが出てくるんですが、マジでね、どれもかっこいいエフェクトが見てる感じ、すごい楽しみ。特にプルーデンスは一番攻撃エフェクトがかっこいい。マジで加入が楽しみで仕方ない。さあ、出てきました、バージニア、プルーデンス。まあ、バージニアの攻撃エフェクトはね、どうなんだろうなって感じだけど、これかっこよくない？プルーデンスかっこいいんだよな、攻撃エフェクト。めちゃめちゃいい。それでは、まあ、せっかくなんで、このオーブがね、50個溜まったんで、プルーデンスもらいましょう。せっかくなら、開けてみようか。カモン。この中から一人だけ選んでね。その人を採用する。プルーデンスレノンと申します。よろしくお願いいたします。いや、マジで育成が楽しみや、プルーデンス。まあ、すごい攻撃エフェクトがかっこいいからね。さすが社長。はい、というわけで本日は以上となります。まあ、最後にね、ちょっと採用だけしてお別れしましょう。社長、新しい履歴書が届いてるよ。はい、この中からということで本日は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。Thank you.
Bye.